これは私と父と母の家族3人の物語。風よ吹け世界を染めようて輝いて君の笑顔。そっか、この箱はお父さんが残してくれたんだ。父親が下ネタモリモリの恥ずかしい漫画を描いていると、姫に知られたらどうする。ついてあげられなくてごめんね。姫が心配だ、姫に会わせろ。私とお父さんが本当の親子で安心した。だってお父さん優しすぎたから。どんなことがあっても最後まで立派に育てあげましょうね。色を感じなくなる前にもう一度この目であの青を見ておきたかった。なぜ行かせたんだろう。劇場編集版隠し事、姫事は何ですか。7月9日公開。